はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は中杯ですね。氷結ストロングのハードライムです。人工甘味料ゼロ、糖類ゼロ、プリン体ゼロとなってます。甘くないストロング、かける、氷結史上最強炭酸らしいです。果汁が 2.6%。原材料がライム果汁とウォッカと酸味料と香料。で、アルコール度数が 9% です。これ美味しい。なんかすっげえ見るからに、なんか外れくせえけど、まあ一応買ってみました。うん。まあ甘味料が入ってないっていうのはでかいんだけど、だいたい甘味料が入ってないと、まあ、糖類も入ってないんですけど、糖類が個人的に入ってる方が好きなんで、ね。乾杯。うん。あ、結構うまい。以前もこれ、こういうのでよく出てたんですけど、大体、どれもこれもエグくて、なんかエグみがあるんだよね。変なね。でもこれは、ライムの酸味と香りもよく出てるし、うん、甘くないっていうか、酸っぱいですね。どちらかというとね。結構酸味が効いてる。てか、果汁が 2.6% も入ってるから、そこそこ、なんだ。果汁感が結構すごいですね。うん。あ、これは結構うまいな。珍しい。ただここに、糖類が入ってると、一番、個人的には良かったんですが、まあ仕方ないですね。まあ甘くなくて酸っぱい。まあ、そうですね。うん。それでいて、アルコール度数も高い。これはなかなか買いではないでしょうか。うん。今までいろいろ買ってきたけど、ね、甘味料と糖類ゼロのやつでは、一番うまいな。うん。癖がない。癖がないですね。氷結ストロングは全部、まあ、これ以外甘味料が全部含まれてるんで、うん。そういう意味だと、これは一番、マシですね。うまいですね。というより、そもそもストロング系のアルコール度数 9% 系のチューハイって、どれもこれもまあ、甘味料が入ってるか、もしくは入ってなくても、まあ、えぐいっていうパターンだったんですけど、今回は、久々に、というか初めて、甘味料なし、糖類ゼロ、9% っていう、この3つのこの、ね、くくりでいくと、多分最もうまいんではないでしょうか。うん。ただし、
なんだろうな。個人的にやっぱり、甘くないチューハイっていうのが、どうしてもあんまり受け付けないんですよね。というより、糖類が入ってないチューハイっていうのがあんまり受け付けなくて、なんかやっぱちょっと甘さは欲しいですね。でちなみに、キリンのサイトにはないですね。書いてません。このストロング、このライムが、なんだろう。乗ってないですね。あの、本搾りとかみたいに、果汁がたくさん入ってて、っていうパターンだとまだいいんですけど、割と、果汁の甘さっていうか、とかがあったりするんで、いいんですけど、だからライムみたいに酸っぱい系よりは、甘いオレンジとか、かな。だったらまだいいんですけどね。なんて言うんだろうな。俺普段、自分で、焼酎に、これウォッカだけどさ、これ中身今酒がウォッカっていうのもあるんだろうけど、焼酎とレモン入れて炭酸で割るけどさ、それとはまた違うんだよね、味がね。こういうチューハイの。それもだって言っちゃえばさ、これと結局一緒なわけでしょ。甘味料入ってないし、糖類も入れてない。でもそれとはやっぱり違うんだよね、味がね。若干、違うというか。これがさ、ライムじゃなくてこれレモンとかにしたら割とうまいんちゃうかな。レモンもしくは、レモンかな。もしくはグレープフルーツとか。これライムにすると、わからん。わからんけど、やっぱりなんだかんだでストロング系は、糖類入ってないっていうのが、味噌ですかね。なんか、糖類が入ってると割と丸くなるんですよ。味がね。だけど、糖類入ってないと、結構尖って、味が尖ってて、そこがいいのかもしんないけど、俺はちょっとあんまり好みではない。いう感じですかね。そんなことかね。
まあでもこれは、ストロング系にしたら一番うまいんで。まあ四つ星ですね。2144です。ご視聴ありがとうございました。